それでは本日はですね、まだこの世の中に存在しないというものを続々と生み出す技術集団セブンドリーマーズラボラトリーズ株式会社代表取締役社長坂根新一社長にお話を伺っていきたいと思いますそれでは坂根社長よろしくお願いいたしますあのお父様がいわゆる発明家というかいろいろなものを生み出す そうちっちゃい頃からもう週末は父と一緒にこうトントンカチカチ何 <laughs> かものを作ったりとか、はい、っていうのを、まあ、父がやってるのを横で見たりとか、まあ、手伝ったりっていうことをしてまして、はい、で父自体も有術者でいくつかの発明をしてで私が中学校1年生の時に父もあの当時のベンチャーを立ち上げて創業して、えー、会社を育てていったという経歴を持ってます。 本当に子どもの頃からそのものづくりっていうところにものすごく近い環境で育ってらっしゃったそうですね、うん、はいで当時父がまだサラリーマン時代にも開発したものでこんなものができたんだよこれ世の中にないんだみたいな話はよく聞いてたので、まあ、そういうところからなんとなくこう醸成されていったような感じですね、はい、でご自身も理系に進まれてでやっぱりものづくりということを将来やっていきたいなっていう思いは ずっっとあったんですかそうですねやっぱりあのものづくりもそうなんですけれどもやはり研究開発をしたいと世の中にないものを生み出して本当にあのイノベーションの部分を技術者としてやりたいなと思っていたので日本の大学を出て今度はアメリカの方で。はい 博士課程を取られたということなんですけれども、はい、もう専門的にその研究者としてやっていこうというふうに思ってらっしゃったそうですねあの日本の大学出た時に当然就職をするか、はい、まあ大学院に進むかということを、まあ、あの当然判断するタイミングがあったんですけれどもやはりその技術をやはり極めたいので博士課程進もうと。 グローバルの感覚を身につけたいということでアメリカの大学が進んだんですけれども今度アメリカの大学院に行ってからは今度その教授になるのかもしくはそのビジネスの世界といいますかサラリーマンになるのかっていうのは全然決めないまま進んで最終的に卒業する1年か2年前ぐらいに教授の道はもうやめてビジネスの道に行こうというふうに決めました。 でもアメリカのそのものづくりと日本のものづくりっていうのは考え方であったりとか目指す方向性とかやっぱり違ううものですかそうですすかそねあのやっぱりあの、まあ、僕が新しいもの世の中にないものを作り出そうというふうに強く思ったのは当然もともと父の影響もあるんですけどやはりアメリカにいる時のです、ね、経験がすごく大きくてこう何か アメリカの文化的にもそううだと思うんですけど何か新しいものがどこかで生まれた時に、まあ、それを見てあじゃあ僕もこうしようあしようっていうようなどっちかというと改良的な発想っていうのはやっぱあまりなくてですねまそもそも誰かがやったら「おおすごいな」って言って自分は全然違うところに行くという、はい、そういう本当元々の文化ですし人のやってることをこう一生懸命こう見たり勉強したりするっていうのは。うん なんかど,どうしたのっていう文化なのでやっぱそこでそのアメリカの新しいものを開発していくっていう文化にすごく影響されたなと思います。うん